あれあれボルケニックフォー。はい、どうも、トイチャンネル陽介です。そして、編集長です。山口浩樹です。よろしくお願いします。今回撮っていきたい動画の内容なんですけども、初めてかな、初めてこの編集長とね、動画撮るということで、まあ、当時チャンネルのこれからであったり、まあ、2人のね、今シーズンの振り返りっていうのをね、まあ、動画通していろいろ喋れたなと思います。まずですね、編集長の後期なんですけども、まあ、最初の動画見たりしてくれてる人は多分わかると思うんですけど、まあ、最近の動画はね、全然映ってなかったりするので、まあ、とりあえずまず自己紹介からお願いします。はい、こんにちは、山口浩樹です。陽介の最初の Vlog だっけ？最初とその次に2つ、次最初から2つの Vlog か、 Vlog 系を基本的に編集してて、まあ、企画はもう陽介に任せて陽介編集できるようになったんで、陽介がやってくれてます。徳島で一緒になって1個前のチームで、まあ、同級生だし、で結構まあ YouTube やりたい派で、俺編集したい派だったから、そこで結構もう盛り上がって、ご飯とかめちゃめちゃ食べ行ってもう今至るっていう感じですね。で、編集とかもともとしてたんで、デザインとかそういう仕事してたんで、まあ、お互いサッカー選手ありながら何か、ね、もっとできること増やしたいってなった時に、当時チャンネル始めようと思って当時チャンネルになってます。そんな感じかな。いや、後期はね、マジで編集の技術は本当高い。そんなサッカー下手くそなんじゃないのって言うの？ゴールキーパーやから、なんかそのサッカー選手だから、そのなんか編集の、まあ、だから陽介が J も経験してて、で、まあ、僕もサッカーしながら J 目指してるってなって、うん、でも編集してる、まあ、そういうなんか YouTube の運営とかもやってる、うん、じゃあもっとこう J リーグっていうね、お前のそのブランドじゃないけど、うん、使っていこうってお互いになって、もっとこうやってやったらいいよとか話してるうちに、まあ、まず最初は YouTube だってなって YouTube 始めてます。まあ、ただ編集をやってるって感じかな。で、陽介も編集できる、できんかと思うな、全くもうまず動画のその扱いとかわからんかった。そうそう、もう撮り方とかもやばかったね。撮り方な、もうなんか全然、もうなんか YouTuber の縦画面で撮ってたから。そう、だから最初の Vlog とかも見てもらったらわかるんですけど、ゆで卵の作り方とか結構おもろいとこあるけどもう結構全然ダメで、まあでもそれがもう自分で編集して企画一本動画出すぐらいもなったから、そこも成長じゃん。まあなんか最高だ。編集はね、やっぱりやってみないとわからんから、サッカーと一緒。そうそうそう、調整しないと。まずは徳島の時もそうやったけども、ご飯食べ行くやん、よ、あの2人でじゃあ今度どこ飯行くみたいな、うん、なんか話してたりさ、そこご飯おかわりできるみたいな、もうご飯おかわりできるところが最条件みたいな。だって俺ら予約する時絶対聞くもん、ね、だって予約できますか？あ、できます。え、ちなみにご飯っておかわりできますか？できません。あ、じゃあ予約キャンセルで。ガメツ、ガメツ買ったで、徳島の時は失礼、店員さんなんかわけわからないんですよ、まあ、なんでみたいな、予約できんのなんでおかわりできんから確かに確かに意味分からへんみたいな。あ、そんなことも懐かしいな。いやー、で徳島朝7時からやったな、練習。徳島、うん、お前金沢からレンタル行っとって働くわけやん、仕事、うん、練習終わって7時9時で練習終わって、そっから仕事がある、うん、それはもう別に J からレンタル来てる選手と関係ない、もうみんな仕事があるわけ、徳島、ね、うん、そう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 。だからそのそれとかどうやった、感覚的に。バケモンきついよ。今まではだから J だったらさ、練習午前中して、そこから昼寝して、ご飯食べてジム行ってみたいな、そういう感じだったけど、練習者即着替えて、シャワー見て、行かなきゃ、仕事に。いや、これ伝えたいな、マジで。ちなみに、僕の石井徳島の時の1日のスケジュールをちょっと伝えようと思います。うん、まず、朝5時半に起きます。朝5時半に起きて、用意して、練習が7時からなんで、まあ、大体グラウンドにはもう6時半、半、もっと前には着いとかなあかんか。6時半に着いてたらたまに怒られるな。だから、そう、遅い。だから6時過ぎぐらいには着いとかないといけないんで、まあ朝5時半に起きるわけですよ。で、練習が7時から9時の間練習します。そうやな。で、9時練習終わったら速攻家に帰って、もう洗濯物やら軽食やらちょっと取って、次10時半出勤なんですよ、仕事、うん、だいたい家10時15分ぐらいに出ないといけないから、だからもう1時間もないんですよ、練習終わってから。仮眠もできない。だから1時間の間に洗濯も終わらせてとか、次の準備して、で10時半から出勤します。で、そのままずっと仕事して、夜の7時半まで仕事で休憩1時間みたいな。
って髪がまあ20分ぐらいできたらええなぐらいのレベル、うん、で次7時半に仕事終わって帰ってきて8時やんで8時から飯食べるやん、うん、でちょっとゆっくりしたらもう10時とかなるやんやべえやべえ早く寝ねえと次また5時半やん確かにっていうだからマックスで寝れても7時間とかなんだ今さ8時間とかそう余裕で寝れてるけどそれがない、まあ、結構その徳島はまた朝早かったからね。はいや。で結構その2022年かの FC 徳島のサッカーが結構強度とかプレースピードを結構大事にしてるサッカーやったから練習がさ例えば寝て回復したその自分の中のさエネルギーの充電がさ 200% ある、うん、じゃあもうその 200% をその朝の2時間で使い切るようなメニューやったやんそうだから言うたら6時半に来てたらそれ遅いって怒られる理由が怪我すると朝5時半に5時過ぎに起きてその練習そのめっちゃクソ強度高い練習なのに6時半に起きて30分しか準備せんかったら肉離れなりなんなりするからもう1時間とか45分ぐらいかけてしっかりほぐしとけというまあ監督スタッフの方針とかもあって、まあはいうん、それでだいぶ強くなれた部分はあらめっちゃたまにこちらグランド6時半とか、まあ、ちょっと6時半前に来たらキーパーやってるから前の日に LINE 来てで僕は練習終わって、まあ、ちょっとゆっくりやってクラブのちょっと仕事とかもさせてもらってたんで、まあ、人によってその出勤の時間とかは陽介何の仕事やった10時半かな7時半あの何の仕事やった仕事の介護そう陽介とかやったら背中のスポンサーの美馬病院さんで、まあ、介護の仕事とかをちょっとやりながらで、まあ、僕の場合はなんか近くのコールセンター行ったりあとクラブの事務所の方で仕事したりだったんで11時からまあ大体8時が大体その時間やったからまあちょっと帰ってちょっとまあ自主練とかもあったりとかしてまあただ陽介と終わりの時間は俺の方がちょっと長い感じまあだから勤務時間的には変わるんか勤務時間変わるそうそうそう、まあ、みたいな感じでまあやっててでもうキーパーとか前の日に LINE 来て8時に僕終わって家帰ったらもう LINE 来ててあのチーム全体 LINE、うんゴールキーパー6時15分スタートフィールド7時走りスタート7時からも走るからフィールド7時からも走りが開始されるから俺らだからもう7時半あ7時出走って書いてある、うん、出走っていう感じってあるの出るに走るってある俺らしか読まんのかな出走出走GK6 時15分スタート FP7 時出走出走ってなんか悪い意味みたいになってるのか出走ってなんかそのお坊さんちゃうんかななんかもう出勤だよだからさ俺らさ、だから俺はその高卒後さ、J でやってたやん、うん、だからまあ練習で100使うやん、うん、ゼロなるやんでもまあ回復する時間もあるから、まあ、それが90なり100なりまだ戻っていくわけやん、うん、でもさ、去年とかはその練習で例えば100がゼロなるやん、うん、でゼロになったところから仕事でマイナス50ぐらいまでいってでやばい終わったと思って家帰ってゼロなるちょっと寝て 20% とかで練習でもどんどんマイナスマイナスマイナスみたいな借金みたいなそう借金リボ払いみたいな一生返済できる借金みたいなでだから疲れが溜まって、うん、でもうやばいみたいなでもやっぱり帰ったら仕事行かなあかんしやっぱり疲れ取れないみたいなんでもう本当になんかなんて伝えたいか分からんけどメンタルがだからなんかもう夏とかにさ1時キャンプ2時キャンプ走りだけの週あったあったとかあったやんその週とかさもう最初みんなこう明日オフですあったオフ月曜挟んで火曜から走りが始まります、うん、各自ケアに備えてくださいねでもさもうどんなに温泉行ってサウナ行って整ったりあのケアしてもらってマッサージとかしてもらってももうなんか走りが始まるっていうあのラインがあるだけでそうもう震えてたまらんかと思うこの感覚はね多分サッカーやってる人マジわかると思ういやそうオフ明け走りですもうオフ前とかさそうオフ前から気にするよそうそうもうなんかそのサラリーマンが日曜のサザエさん見て明日から仕事やみたいなあの感覚とちょっと似ててあの感覚のちょっと肉体的にしんどいバージョンみたいなのちょっとあってどんな感覚やねんいやちょっともうやばかったよね、あれはまあでも YouTube2 人でやるってなって、うん、ぶっちゃけさ、うん、俺徳島入りました、うん、で最初の方から年内か年明けぐらいのリリースに陽介が杖源から FC 徳島来るってなって、うん、同級生で J リーガー来るやんって俺からしたらさ年末テレビ作ってたあの広告が初めて全国大会行った時にキャプテンが来るわけやん同級生でまあねでうわ来るやんってなってでまあそこから徳島終わって、まあ、俺も終わってでラインメール行ったんでこの間リリース出たけどまた満場になっててってなって、まあ、同級生で
プロでやってた人間が2回こうクビになるって、うん、ぶっちゃけ、まあ、どうなんかなって、やっぱそのシビアな部分視聴者知らんし、そう、うん、結構厳しいもんな、 J リーグ経験した人も笑ってんねん。いやまず俺らってさ、うん、高校卒業してから社会出てるわけやけど、実際大学4年生やろ今の年的に。で大学4年生でまず契約満了2回食らうって相当やん。大学行ってたら4年間チーム変わらんもん、ね、チーム変わらんし、なんなら大学4年のうちに契約満了2回食らうってなかなか経験できへんことやし、うん、まあ、それはやっぱり旗から見たらさ、やっぱダメなんだなとかさ、うん、まあ、ここで J でやってたけど、 J でやってる高校の時はあんな輝かしい舞台でやってたけど、ああやっぱこいつダメだったな、うん、まあ、終わるわけやけど、なんか実際じゃあ何が大事かっていうと、試合にやっぱ出れてないわけや、うん、たとえ練習がめっちゃ調子良かったりとか、うん、例えばもう練習試合でいっぱい結果出してますって言われたところで、じゃあやっぱり試合に出ないとやっぱり見てる人たちっていうのはやっぱ認めてくれないわけ、うん、で多分チームメイトとかって俺がやっぱ頑張ってるのもやっぱ分かるし、ピッチ内で見てるから、うんうんうん、で練習試合でも結果出してるとかさ、うん、あこいつコンディションいいなとか、やっぱ近くでいるやつは分かるけど、うん、じゃあ実際ファンとかサポーターとか応援してくれてる人とかってやっぱりそこは見えへん部分、うん、だからやっぱり試合に出ないとやっぱそこは認めてくれないなっていうのはあるから、やっぱり、まあ、スポーツの世界だけじゃないし、まあ、社会もそうやけど、やっぱり結果出さないとやっぱ上に行けないなっていうのは、まあ、当たり前やけど、うん、それはめっちゃ強く感じた。まあ、本当そういうところはめっちゃ感じる。なんか試合出ならやっぱり評価させてもらえん世界に身を置けてるって、よく考えたらそういうところに身を置けてるっていうのがプラスやけど、まあ、逆にちょっとたまに自分のあれやね、判断をなんか あの時こうしとけばよかったなとかちょっとマイナスに思っちゃう部分もまあたまにあるけど、でもなんか考え方によっては自分が選んだのに正解にするしかないから。そう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 、お前言ってたけどこの間俺言われて、で今俺の言葉を今伝えます。そうそうそう、お前こいつ結構バカかも。俺すぐさ自分の手柄にするような、なんかいやでも本当こんな感じなんですよ。もうなんか結構僕なんか編集とか YouTube 一緒にやってたり、まあ、その他の結構 SNS のあれやっけ、なんか話とかも2人でやってるんやけど、もう今後なんか何したいという結構堅実、まあ、石橋を叩いて渡るじゃないけど、結構もうこれこうしてこうしてこうしてやけど、こいつ思いつきでパン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 積んでいくから、それ大丈夫かみたいな思うところもあるけど、もう結構そこに支えられてるみたいな、助けられてるみたいな部分もあって、結局ね、もう決断しないと、うん、昨日もさ飯食い行って、で僕が茨城来てるわけやから、もうなんかじゃあ何食べるみたいな、ここめっちゃうまいよみたいな感じでメニュー見らんってことで、レバニラメニューぐらい見るよ。どうやって今年1年、まあ、青森の地に行って徳島から出て、ぶっちゃけと同じシーズン。まあ納得はできへんよ、試合は出れてないし、かといってじゃあめちゃくちゃ調子悪かったかって言われると、まあそうでもないって思ってるし、コンディションはまあおそらく良かったと思うし、まあでもな、結果契約満了食らうわけだし、まあ来年チームなくなるってことだから。でも今チーム何人か所属してる、所属チーム何人かな、ちょっと待ってな、動画の最初の方とか振り返ってみて、うん、なんでお前そんな元気なの。言うだろお前、まあ、無職ニートやん今。そうよ、チーム内上等よ、うんうん、なんでお前そんな元気なの。俺去年チームないってなった時も死んでたけどな、ずっと。いや分かるよ、でも俺もカナダの時の契約満了は結構辛かったよ、うん、でもなんか結局さ、なんかそのネガティブになってる時間さ、俺マジもったいないなと思って、なんかな、元気でおったらさ、物事前向きに進んでいくっていうなんか勝手なイメージというか、うん、バカはバカなりのなんか、うん、ああじゃん、バカはバカなりのな、バカはバカなりのそういう考えがあんねん、うん、バカやしな、うん、まあ実際な、うん、だからなんか物事の捉え方、うん、これね、俺らさ今年ライメールの同期とかさ仲いいメンバーって言ってて、もう捉え方次第っていうキーワードがバーンって出たの、うん、めっちゃいいなそれ。え、これガチで、でみんな適当にさ、捉え方やん捉え方やんって言うけど、うん、マジで大事なことやと思う、捉え方って。ああ確かに、契約満了っていうその事実に対してのどう捉えるか、うん、マイナスに捉えるのか、これをプラスに捉えるかで、うん、もう全然違う。確かにそ
それはめっちゃ俺の考え方。だから俺が元気な理由はもうそこ、うん、契約満了になったからって別に悲観になるわけじゃないし、うん、じゃ逆に今この現状からもう一回 J リーグに上がりますとかさ、うん、もう一個上のカテゴリーにもう行きますとか、うん、なっていったらかっこよくねっていう、うん、J から行って地域リーグまで落ちてもう一回 J に上がってで J1 に行ってとかっていう自分の中のストーリー描けた方がかっこいいよみたいな、うん、ずっと J におるのも確かに大事やけど、うん、俺はもう契約満了になって地域リーグでもサッカーやったから逆に落ちるところまで落ちてもう一回這い上がった方が周りからはかっこいいよな、かっこ俺のあ、まあでもそれはあると思う。いや逆に今の話聞いてめちゃめちゃかっこいいもんね。そうなったらやろもうっていうのをただひたすら考えてる。だから別に諦めるわけじゃないしどうしようと思わんし、もうただよしじゃあ上行くしかないから、うん、日々のトレーニングとか、まあ、これこそ今からオフシーズンに入るわけでその過ごし方とかも、うん、マジでなんか楽しみ。よしイオンモールとかの、 あの地下駐車場から上がっていく感じやろ、うん、あれかっこいいもん。一個めっちゃ俺が助かったのは仕事なくなったわけに収入が、うん、わかる、まあ、ちょっとなりもらっててそのチームなくなったから収入なくなった時に動画ってめっちゃ生きた、うん、俺らサッカーしかしてなかったらやっぱ J リーガーもそうやけどサッカー選手パン終わった瞬間に今まで1000万とか稼いでた人ももうゼロなの仕事がない、うん、やった時に今陽介も今年編集できるようになったし俺もそのデザインとか編集やってたことがありがたいことでちょっとなり収入があるからご飯全く食べれないっていうことにはならなかったよ。だそこがめっちゃ大事で今デュアルキャリアという言葉が流行ってるけどサッカーしながらでもなんかもっとビジネスやっていくとか流行ってるそこの大事さっていうのは身をもって感じた。そこでもし何もやってなかったら収入ゼロやし、じゃあコンビニ、まあ、なんか何かでこうアルバイトとかしながらチーム探すってなってるさ、いつどこでこう練習参加来てくださいとかいう電話あるか分からんのにその万全な状態に持っていけん。やっぱだからそれは自分のコンディションとか調整しながらいつどこでチャンスあったらそれ掴みに行くためにやっぱやっていかなあかんからそれはめっちゃ感じたね。でそっからまあチーム決まって、はい、決まりました。今年は茨城県の境町っていうところで地域おこし協力隊っていう制度があってそれにこう任命されて、まあ、サッカーで茨城県の境町を盛り上げようっていうことで境町に出すっていう、まあ、関東2部に今年上がったチームで本当サッカーに集中させてもらえるような条件と環境でやらせてもらってます。一応まあいろんなデザインとかチームの仕事もしな、チームの運営的な仕事もしながら本当町のサッカースクールとかサッカー選手たちの試合に出るとかそういうところも大事になってて、まあ今シーズンやっぱり僕はまだまだ試合に絡めてなくて関東リーグやっぱ思ったのが他の地域リーグに比べてやっぱりレベルも高いし本当にやっぱみんな集まるわけやん。東京とか本当ビジネス的なところでも本当に、めっちゃ成長できた1年だったしっていう感じかな。結構その感じたのは関東に出てきたけど何もせんかったら出会いも何もないし、うん、だから自分で本当に動いて、アクションとか行動を起こすっていうのはめっちゃ大事だなと思った。それはもうサッカーもそうやしビジネスもそうチームない時もそうやけど自分でも電話かけて自分でもここで練習参加今キーパーいりませんかみたいな一応僕のこと見てくださいとかそういうのはめっちゃ大事だったからある意味俺はちょっと病んでたけどハングリーにもなれたかな。そのチームなかった状態から今年来てみたいな。でもリアルさ後期チームなかった時結構顔エグかったよね。うん顔エグかったあまあ結構いつも言ってないけどいやいやいやバカかでも分かるよ。いや状況がさ俺初めてやったから、うん、お前金沢で一回やったかもしれんけど俺もう初やったし、あでもちなみに満了はなれるもんじゃないですからちなみにこんなに俺笑ってさ振る舞ってるけど普通に笑われへんから。地域満了契約満了なれたってあかん。契約満了なれたは多分一番かサッカー選手ででこんなになんかヘラヘラしてんのはあかんけど、まあ、それも捉え方、まあ捉え方で、うん、それはもちろん捉え方。俺別にさ満了何満了なのにそんなさヘラヘラしてんのって言われても別に俺はさヘラヘラしてるわけないから、うん前向きにポジティブに過ごす。まあそうだね、前向きに捉えるだけだから。前向きにポジティブ。決してなんか喜んでるわけじゃないですから、ね。ポジティブと元気が一番の薬ってところを持ってるから。うん。まあてな感じでね、まあ2人の現状とか思ってることっていうのをまあ伝えれたんで、うん、まあこれから
もう俺ら二人どうしていくかっていうところを、じゃあこう聞かれます？まあ、そうやな。まあ今後はやっぱりサッカー選手としてまず絶対試合に出て J リーガーになるとかっていうのは俺目的、うん、まあ熊本県の、あ、そうです、俺の地元で、あ、そうね、J リーガーになったら初なの、一人目。そうで、もうサッカーみんなやっぱ 人口も少ない、あ、そうし、若いで、俺なんやもう一番今近いんや、多分な、自分で思ってるけど、うん、俺が今多分一番 J に近いと、うん、実力とかじゃないよ、カテゴリーとか今サッカーやってる現役で、もう俺なるしかないやん、だったら熊本県阿蘇市から初めて J リーガーになりました、その J になって子供たちとか今後のその阿蘇市で生活する人たちにやっぱりなれるよっていうね、夢ってめっちゃ思っとけば絶対なれるからっていうことを伝えたいから、もういいやん、そう、俺はもうまず試合に出るゴールキーパーとして試合に出ます、いい、そこがもう一番で、一応編集とか DR キャリアとかやってるけども、これが言い訳にならないように、動画編集やってるから、じゃあサッカー目の前のサッカー頑張らなくてもいいやとか、クビになっても動画編集の仕事とかがあるからいいやって、その保険じゃないから絶対それは、だからそこは絶対サッカーをサッカーでグラウンドで結果出さないかんしっていうところで、俺はもうまずは J リーガーになるために試合でまくります、バチバチやっていきます、爆速で成長していきます、えって児玉さん本当に、僕オンラインサロンもやってます、えっ、児玉さんや児玉さんやめろ、陽介の本物は俺どういった感じで、俺もさっきも言ったけど、だからもう一回 J の舞台に戻るのと、うん、まあそれが一番かな、もう一回 J の舞台に戻るっていうのが一番し、まあ両親もな、両親とか応援してくれてる人おるから、そういう人らに恩返しもしないとっていう責任感もあるしまあとりあえず来シーズンどうなるか分からんけど、うん、まあチーム決まったら、まあ、やるしかないし、うん、頑張っていきたいなっていうのと、まあプラスまあ今当時チャンネルやってるけど、なんかまあ当時チャンネルも頑張るし、サッカーも頑張るし、うん別にさ、頑張ること1個じゃなくてもいいやん、うんうん、全部に 100% っていう力を注げるように、サッカーもそうやし、こうやってなんか何か情報を発信するとかっていう当時チャンネルをもっと活発的にやっていきたいなと思います。そうですね、めちゃめちゃ大事です、 100% は何個あってもいいから、そう 50% にする必要ないし、ただその 100% にできるようにする、うん、サッカー 100%、YouTube 100%、 もう一個なんかやりたいけど 80% とかやったら意味ないから、うん、注げる範囲で全部 100% でできるように過ごすっていうだけ、うん、最高やな。当時チャンネルか、うん、については今年やっぱ更新頻度ね、更新頻度ね、あんまりやったから結構そこは上げていこう、上げていこう、俺も編集のスキルやっていかないのかな、 Vlog は基本的に僕が編集しますと、まあ、それも児玉さんみたいな感じで Vlog 毎週毎週1週間 Vlog 上げれて、まあ、その間に陽介が自分で企画してできたやつは流していこう、そういう感じにしていきたいから、企画陽介の Vlog 編集僕で、ちょっと編集のニュアンスがちょっとおもろい系みたいな、ザ・ YouTube みたいな感じのはもう陽介の動画やなって思って見てくれたらいいし、ちょっとこうなんかこう何ちょっとチャレてるじゃないですけど、ちょっとまあ流してみながらみたいな動画が、まあ、CM っぽいやつがあれかな、俺のブログが俺のっていう感じで見てもらったらいい、まあ、YouTube についてはそんな感じ、そんな感じで、はい、ということでまあいろいろ話してきましたけど、どうでした？いやもう最高や、まあ2人でこう対談するってやっぱなかなかね、いや貴重やね、編集長と話すの、まあ、僕から最後に、うん、言うてもこれ動画やから、うん、YouTube やし、だからもう面白い内容とかをこれはもう当時チャンネルでは伝えていく、いろんな話したけどサッカー選手の裏側とかじゃなくて、もう本当におもろい、うん、くすって笑って、企画でくすって笑ってもらったらいいし、 Vlog で陽介のなんか分かる料理のとことかでまた笑ってもらったらいいからもう本当に動画ではめちゃめちゃもう YouTube 一つのコンテンツとして楽しんでもらったら僕も最高なんで、最高、ね、ただ僕ら結果として、うん、あのしっかりあのメディア通してね、結果でしっかり示せるようにしていきます。サッカー選手なんでとは言っても、ほんと動画は動画、エンターテイナーね、でもただ俺らサッカー選手なんで、しっかりそこで結果出す、結果で評価されるように頑張っていきます。動画は動画で YouTube、当時チャンネルも今後も楽しんでください、はい、みたいな感じかな俺からは。はい、まあ僕からはね、まあ今回の動画を通して、まあ僕と同じような
境遇にいる人であったり、まあ、あの僕と同じ思いをしている人とかもやっぱたくさんいると思うんで、まあ、この動画で、まあ、ちょっとでもあの共感してくれたりとか、あ、じゃあ自分ももっと頑張らないとなって思ってくれたりするとね、もう僕もすごく嬉しいし、まあ、何か皆さんのこの元気の糧になれるような人になりたいし、そういう動画にこれからもしていこうと思うんで、まあこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。と山子のインスタのフォローお願いします。じゃあ僕のインスタのフォロー、あの全部概要欄に貼ってるんで、あの僕お前俺のもん、分からない、まあまあでも Google アカウント僕持ってるんで、貼ってなかったら削除してそういうことできるんで、ね、できるんでね、お互いねじゃあまあそういうところで、はい、本当にね、ぜひチャンネル登録は本当にお願いします。よし、今後もね、当時チャンネル本気で 100% で頑張っていきたいと思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみちゃん、おはよう。